タンクのハイカット、ローカットか、どちらを買うのか迷ってます。見た目はハイカットが好きなんですが、使用頻度はローカットが多いです。CRD さん同じモデルのハイかローかどちらを買いますか？アドバイスいただきたいです。そうですね。ハイかローですよね。モデルによりますね。同じモデルですよね。どっちかっていうところやったら、そうですね、季節にもよってきますかね。履きたい季節、例えばハイカットやとあんまり夏とかには履きにくいかなと思いますね。蒸れるし、秋冬とかで履くんやったらハイカットでもいいかなと思いますね。そういう感じで、その季節とかにもよるかなと思いますね。ダンクってでもやっぱり今ローカットがすごい流行ってますよね。あれって多分僕が主にパンツの形に合わせての進化というか、流行りなのかなと思うんですよね。今最近のパンツって割とワイド目が多くないですか？ワイドパンツとか、あとアンクル丈とかそういうのって多いですよね。要はそのハイカットとの相性が悪いような、パンツが流行ってると思うんですよ今って。だから余計その最近のダンクはローの方が人気あったりするんかなって思うんですよ。特に SB やとね、SB でハイはボテッとした上に高さがあるじゃないですか。ブカブカのねパンツを履いてしまうと全貌が見えへんし、あとアンクル丈やったとしたらちょっとなんかバランスが悪いですよね。靴下が見えてローの方がおしゃれに見えるというかね、スッキリしてるように見えると思うんですよ。おそらくね、最近ダンクのハイとローの中でローカットが売れてるっていうのは、そういうパンツの流行りっていうのはちょっと理由があるんじゃないかなと僕思うんですよね。 SB とかだと、スケーターの選手が履いてるのってローカットが多いですよね。だからやっぱりそのねローのイメージっていうのはすごい強いんかなと思います最近はね。最初のね、ダンクのリリースってハイだけしかリリースされなかったわけじゃないですか。カレッジシリーズ出た時って。オリジナルのダンクをですね、好きな人にとってはですね、おそらくハイこそがダンクっていう感じだと思うんですよ。多分これはもうコンバースのね、チャック・テイラーとかも同じだと思うんですけど、ハイやろやっぱりみたいな。オリジナル思考の人は多分ハイカットこそっていうふうに思うと思うけど、今流行ってるダンクって別にオリジナルが流行ってるわけじゃないからね。むしろそれの派生系のモデルとかの方が全然流行ってたりするし、まああと大枠で考えた時にスニーカーっていう目線で見るとハイとローやとやっぱりローの方が単純に合わせやすいっていうのもありますよね。ハイカットよりローカットの方が絶対ね全体的にも売れてると思うし、そういうことを考えるとですね、まあ見た目の好みっていうのはもちろんありますんで、まあ僕やったらそのスキニーをよくね履くんで、裾も絞ってる感じのタイプのスウェットとかをよく履くんですよね。だから割とハイカットの方がありがたい時が多かったりしますね。バッシュはハイカットってかっこいいなっていうね、僕の中の考えがあって、まあ言いながら KD6 とかも持ってるんですけど、そういう考えから僕はハイカットの方がいいかなとは思うんですけど、ダンクはね僕ロー持ってないんですよね。ハイは2足あるんですけど、あれかな、普段の僕だったらハイを買うかもしらんけど、持ってないっていう意味でローを買うかもしれないですね僕はね。最近系の服装でさっき言ってたみたいなパンツの形、ワイド系とか履いたりとかくるぶし系履いたりとかするんであれば、ローが合うかなと思います。そうじゃなくて僕みたいにその、ジョガー履いたりとか、裾絞れる感じのスウェット履いたりとか、カーゴパンツとか履くんやったら、でも全然いいんちゃうかなと思いますね。また参考にしてみてください。